それでは畑地隆博プロにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、もうね、こっちで、はい、うん、こだわりの一本という、こだわりの一本、まあ畑地選手といえばドライバーと、いや、そう、まずはドライバーかなと僕は思います。まあドライビングディスタンス1位ですかね、はい、TSI2 です。出ましたね、タイトリスト。これ PSI2 じゃないですか、はい、シリーズありますよね、他にも3と4ですかね。1もすごいなんかいい顔を、ね、すごいいい形だったので、買えないかって言われたらだいぶ優しい人向けになってしまうから、ああそういうことか、うーんって言われてしまいました。なるほど、はい、でも1でも全然いけるんじゃないかなと僕は、まあ、そのロフトさえあれば全然使いたいなって思うぐらい、もう本当まあどの種類も充実してて、その中で TSI2、はい、こだわった特徴みたいなの、どっちかというと、まあ、その1とか2で大きいタイプで、うん、なんですかね、はい、あんまりこうフェースローテーションを少なくできるような、うんうんうん、曲がりにくい作りにはなってるのかなと思います。まあ、ちょっとやっぱこれを普通のロフトで使ってしまうと、ちょっとスピン量が多くなってしまうので、まあ8度っていうので、まあだいぶスピン量を抑えた8度、はい、セッティングにはしてあります。まあそうですね、まあ、これが300から310キャリー、はい、300から310キャリー、はい、キャリーです。びっくりカントリー。でももう一つギアといえば、なんでしょう、クラブだけじゃないんですよ。おー、何ですか、ギア。ちょっとこのカメラを足の方に、あ、今年から発売しました、ウッドジョイのツアーアルファ。これが僕がまあ一応 CM をさせていただいてたんですけど、去年宣伝じゃないですか、ちょっと回し物になっていや違いますよ、で本当にこれはもう撮影のタイミングで、はいはい、あ、もうこれ来週から使いたいっていうぐらい思えるほどいいシューズだったので、はい、今年から即発売後導入しまして、今シーズンもずっとこれでやってます、ね、うん、お、ちょっと改めてこれが、はい、ウッドジョイの、ウッドジョイの、はい、フォアシステムですね、ツアーアルファです。ツアーアルファ、ぜひ皆さんこちらお履きになってベストスコア出してみませんか。なんかシューズもギアの一つだぞということですよね、はい、だって18ホール歩くわけですからね、 そこはやっぱ大事になってくると思うんで、最後の上がり3ホールをどれだけ耐えられるか、この途中だったら踏ん張り切れます。ありがとうございます。